はい、皆さんこんにちは。今日紹介するのはこちら、ジュエルオーキッドということで、今日は時代が変化していますっていうお話をしていこうかなと思います。まあ、作業自体はね、植え替えをしていくんですけど、今回はあくまでこう手を動かしながらちょっとジュエルオーキッド云々の話をしていこうかなと思います。今からねするような話してる人って少ないと思いますので、興味がある方はぜひ最後までご覧になってみてください。はい、でね、今回買ってきたんですよ、このジュエルオーキッド。ジュエルオーキッドってね、こんな風にカップに入って売られてるんです。売られてることが多いです。僕がねよく行くお店で3850円でした。まあ、植物としてはねやっぱ高い方ではあるんですよ。もう分かってます、高いっていうのは分かってます。そこまで僕も金銭感覚麻痺しきってないです。はい。ただこれジュエルオーキッドとしては、割と安い方なんじゃないかなっていう気はします。店舗でねこのサイズで3850円でしょ、安いんじゃないか。アネクトキルスサイアメンシスホワイトセンター、めちゃくちゃ綺麗ですよね。これはもう美しい、かっちょええ。変な笑い声出ちゃうわ。だからサムネのねタイトル的には時代が変化していますっていう風に書かせていただいたんですけど、これ何が変化してるかっていうと、通信販売に頼らなくてもこういうジュエルオーキッド、そこそこ育ってるジュエルオーキッドが手に入りやすく、入りやすいっていうか入るような時代になってんのかなっていうことです。一昔前っていうか、僕がまだ始めた頃って7年8年ぐらい前なんですよね。でその頃っていうのは、まずお店にジュエルオーキッドが売ってることほぼなかったです。香港シュスランとかあの辺は昔からあるんでちょっと除外させていただきたいんですけど、こういうのがお店に並ぶことまずなかったです。あってもマコデスペトラとかで、園芸店じゃなくてペットショップの方とかに行くと、アクア系に強いお店だったら上畑瓶っていう、上畑養魚さんっていうところが、出しているジュエルオーキッドが、販売されてました。だからその時は上畑瓶を買うか、ランテンとか行った時に、購入するか、あとはネットオークションとかで買うかっていう感じだったんですよね。で出てくるものも今ほど多くなかった、もう大体決まったような種類が出てたんですよ。でたまに珍しいのも出るかなっていう感じ。野生株だとかも結構その時は出ていて、養生したりとかするのも結構大変だったんですよ。最初うまく育ってるかなと思っても、半年後ぐらいにいきなり弱ったりとかね、季節の変化にガクンって体調壊しちゃったりしてもうダメになっちゃうなんていうことも多々ありましたし、そもそももう買った時点でうわ弱っとるなみたいな、そういうのもね結構あったんですよね。ジュエルオーキッド前からねやってる方は、そういう経験してる方もねいると思うんですけどね。だからそれに比べると今ね出ているジュエルオーキッドってちゃんと国内で養生されてるものとか国内で増やされたものだったりしますし、こういうもうある程度育ったサイズだから安心して買えるんですよね。これが本当昔と全然違う。そうだからジュエルオーキッドがやっぱ人気がある、興味を持ってる方たちがいるよっていうことで、だんだんね、こう、育てたりだとか、輸入したりとかして、流通させようっていう動きが、出てきてるんだとは思います。もちろんね、珍しい植物扱ってるお店じゃないとなかなかなかったりはするんですけどね。よし、じゃあ、おしゃべりしててもあれなんで植え替えていきます。先に水苔をふやかしちゃおうかな。で、今回使うのはこちら。DCM さんのチリサ水苔です。見つけてきました。この間のね動画ではこちらお見せしたんですよ。同じパッケージなんですけど、こっちの方がぎゅうぎゅうに詰まってるんです。新しい方スカスカだから、期待したらこれ中国産でデローンとした水苔だったっていうお話です。ジュエルオーキッドではあんまり使いたくないなっていう水苔だったんですよ。
でも僕の行くね、フォーマックさん残ってないんですよね。もう全部中国産に入れ替わってたりとかするんで、あんまり人の行かなさそうなしょぼくれた演芸のね、場所のお店行ったら、多分お客さん行ってないから売ってんじゃねと思って買ってきました。案の定ありました。よかった。ちょっと買いだめしといた方がいいかもしれないですね。で、こんな風にね、水につけてふやかしてあげます。これ本当はちゃんとしたふやかし方とかもあるんですけど、まあ別にそこまで気にしなくてもなんとかなります。はい、じゃあしばらくね、水につけときます。じゃあ水苔をね、外していこうかなと思います。で、これね、サイヤ面質とは書いてあるんですけど、多分ね、アルボリネアタスで名前つけて売ってるところもあるかなと思います。で、実際どっちなのっていうのは、あのお花とかで確認しないとね、多分わかんないと思うんですけど、あのちょっとマニアックな話をすると、もともとまあ、これに近いような柄のものがサイヤ面質として昔は出回っていたんですよ。アルボリネアタスで売られているものもあれば、サイヤ面質で売られているものもあったんですけど、それはサイヤ面質じゃないですよと、本物のサイヤ面質は流通してないですよっていう風になってた時代があったんですよね。はい。で、それが今から6年7年前ぐらいに、サイヤ面質本物だって言って入荷されたことがあったんですよ。ただ結局それも、あの本物のサイヤ面質じゃなくてカルカレウスっていう違う種類だったんですよね。まあそんな感じで、サイヤ面質、その流通しそうにはなるものの、ことごとく、あのこれサイヤ面質じゃないよねっていうのがちょこちょこあったんですよね。で、そのカルカレウスっていう、まあ、でっかくなるね、あの、ジュエルオーキッドなんですけど、それが輸入された直後に、これが本物ですって言って出たサイヤ面質があるんですよ。まあ、それはもう今でもまだサイヤ面質って言われてますけど、黒地に白い中透け模様みたいなね、これ、まあ、中透けっていうか、ジュエルオーキッドでは春脈符って確かいう名前が付けられたと思うんですけど、あの正式名称というわけではないんですけどね、そういう名前をつけた方がいるんですよ。まあ、僕もね、それにあやかって春脈符って言わせていただきますけど、黒地に白い春脈符が入るのがサイヤ面質として出回ったんですよね。そんな感じでサイヤ面質が登場していて、数年経っていつの間にかサイヤ面質ってことで出てたのがこの子です。どうなのかな、その辺。ちょっと僕もジュエルオーキッドからね、だいぶ離れてた時期とかもあったんで、ちょっとわかんない部分はあるんですけど、はい。まあ、そんな感じで、あの、突如現れたサイヤ面質なんですよね。あの、別にこれ、あの、サイヤ面質じゃないのにサイヤ面質って言ってるとかね、そういう話をしたいんじゃなくて、単純に、あの、サイヤ面質っていうジュエルオーキッドはこういう経緯があって日本で流通したんですよっていうお話がしたかっただけです。ね、知らない人もいっぱいいますでしょ、そういう話って。パラパラパラっとね、これ原皮、マガンプ系です。あ、ちなみにね、今回のはね、根っここんなもんです。わかります?映んないかな?ちょっと根っこが少ない。根っこ少ないね。でも大丈夫。あの、根が少ないのは、ちょっと湿度高めで育てた方がいいです。これちょっと語弊があるかもしれないんですけど、あの、まあ、種類によってはもちろんね、大丈夫なんですけど、今最初カップに入ってたじゃないですか。カップに入ってる時って多湿な状態なんですよ。で、空中湿度があるから根っこが少なくても、全然こんな風に、あの、ピンとした葉っぱ出せるんですよね。あとは一番新しい葉っぱがちょっとこうちっちゃくなってるんで、切って割とすぐに植え付けて出荷してるのかもしれないです。そう、あの節でね、カットして水苔に刺してちょこっと発根したらもう出荷みたいな感じなのかもしれないんですけど、まあ、とにかく空中湿度多分高められているんで、これをそのまま上質に移した時に、夏場だったら、本州だったらまだいけるかもしれないですけど、あの、空気特に乾燥するよっていうような時期だと、あっという間に葉っぱの水分持ってかれて、
1日というかもう下手したら30分ぐらいで葉っぱヘニャンってなっちゃいますので気をつけてください。でヘニャンってなっても根っこが全然量が少ないっていうかまだまだしょぼい根なので水の吸い上げも追いつかないのでそのまま枯れちゃうリスク高いです。だから上質で育てるのがダメとかそういうわけではないんですけど慣らすのが必要になりますので気をつけてください。で実はこのタイプってすっごい面白くてこれね斑入り出やすいんですよ斑入りが出やすいっていうか斑入りとの遭遇率が結構高いかなと思います。他の子に比べたらですよ。これも実際斑入りで、ね、白いの入ってます。まあ植え替えの時にね1枚葉っぱ取っちゃったんですけど全部で 1,2,3,4,5 5枚葉っぱがあってそのうち4枚に斑が入ってます。だから、まあ、多分この子は継続するんじゃないかなと思います。このタイプはランテンとかにも売ってたんですけどそこでも斑入りっぽいのは見つけたんですよね。継続率っていうのはまあ見てないですけどまあそれなりに継続しそうな感じのものもありましたし、あとはツイッターとかそういうの見てても、あ、斑入り見つけましたみたいな、報告がされてたりとかもしますので、サイヤメンシスホワイトセンター、あと別名だったらね、多分アルボリネアタスでも出てると思います。この柄のもの見つけた時はチェックしてみてください。で、あったら優先して買っといた方がいいと思います。で、ここで注意していただきたいのは、ジュエルオーキッドの斑入りもどきみたいなのがあるんですよ例えばこれマコデスペトラ、ちょっとね葉っぱ傷んでたりとかもするんで、あ、これ斑じゃないですよ、これ傷んでるだけですね。新しく出た芽ってみんながみんなそうじゃないんですけど、こんな風に斑入りの葉っぱみたいになることあるんですよ。これ僕もたまに質問いただくんですけど、なんか色抜けて斑入りみたいになってました、これ珍しいんでしょうかとか、これどうすればいいんでしょうかっていう質問いただくんですよね。で、なんでこういう風になるかっていうのはわからないですごめんなさい、もう何年もやってますけどなんでこうなるのかわからないです。で、別にマコデスペトラに限ったことじゃなくて他のジュエルオーキッドでも、新しい芽がこんな風になることはよくあります。これは育ててたらちゃんと普通の葉っぱ出てきます。はい、環境が合えば。だからこういうのって斑入りじゃないんですよ。実際マコデスペトラの斑入りも売ってますよ。シマフって言ってね、筋が入ってるようなタイプ売ってたりとかするんですけど、このちっちゃい芽でチリフみたいなね感じになってるものは本当に斑入りの可能性もゼロではないんですけど、一過性のパターンが結構あります。斑入りを買うときは気をつけてください。僕いろんなジュエルオーキッドでこれ見たことあります。で、逆にもし販売するんだったら、いや、うちのは斑入りだぜっていうのを証明するためにもできるだけ親株の写真も添えた方がいいと思います。親株が斑入りでそこから出た子株ですよっていうような感じで。何？かわいいしょ。かわいいね。めんこいめんこいめんこいね。はい、ということで今日はこちら、ジュエルオーキッドの紹介をさせていただきました。ね、もう植物とは思えない、まさに宝石のような美しさを持つ植物です。まあ、お値段も500円ぐらいからね、売ってるものもあったりしますので、ぜひね、興味を持った方はチャレンジしていただきたいなと思います。今後もいろいろな園芸の情報を発信していきますので、面白いな、役に立ったなっていう方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで今日の動画は以上となります。皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた。バイバイ。